リールのメトロは、フランス、リール都市圏に1983年4月25日に開業した最初のバル方式を採用した地下鉄で、運営は、トランスポールイコールトラポッツイエヌコミューンでリール、マトロパリーが行っている。車両の幅は2メートルで2両1編成の車両の、長さは26メートル、ゴムタイヤで走行する。1編成で156名が乗車できる。 ディールメトロには全部で60の駅があり、ホームの長さは52メートルで2両の車両には十分な余裕がある。運行は、早朝工時から深夜まで電車は1.5から4分間隔で運行されている。ラッシュ時には1分間隔。早朝や夜間は6から8分間隔。日曜日は4から6分間隔である。運賃は均一で1.25ユーロである。 建設は1978年に開始され、1983年4月25日に、最初の路線である1号線が4キャンテンスと、レプーブレイク間で開業し、翌年の1984年5月2日、1号線、全線が開業した。路線長 13.5km のうち 8.5km が、四角間である。 CHRB コルメットと4キャンテンスの間には18箇所の駅があり、リールフランドル駅やビルヌーブタスクを経由している。全自動運転のため全ての駅のホームにはホームドアが完備されている。2号線は1989年4月3日に開業した。2000年10月27日にはベルギー国境に近い終点 CH ダロンに達しており、 路線の延長は 32km で44駅がある。ありがとうございます。